ゴードン・シェデン、2012年ドライバーズチャンピオン・マット・ニールは、チームメイトのゴードン・シェデンに次いで、準優勝に、ジェイソン・プラトは、MG の3位でフィニッシュし、最終ラウンドで2位を、獲得2012年のイギリスツーリングカー選手権2012、ダンロップ MSAA、ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップは、イングランドとスコットランドで開催された生産ベースの、ツーリングカー向けのマルチイベント、 モーターレース選手権。プロのモーターレーシングチームと一般向けに販売された車で選手権の技術規則に準拠したファミリーカーを高度に修正したバージョンで競い合う私費資金のアマチュアドライバーが混在している。英国で最も人気のある国内モーターレースシリーズの一つであり BTCC のセンターピースを中心に広範なサポートカテゴリーのプログラムが構築されている。 今回で第55回英国ツーリングカー選手権シーズン。ブランズハッチインディーサーキット2012でラウンド中のクリス・ジェイムズのボグゾール・ベクトラ・ポールシッターのアンドリュー・ジョーダン、スラックステンのパーテックレーシングでドライブ。デーブ・ニューシャムは ES レーシングボグゾール・ベクトラデスネター1でキャリア初勝利を収めたイベモータースのロブ・コラールはナハヒルで 最初の2つのレースに勝利フランク・ラット・ホールと NGTC トヨタ・ベンシスはシーズン最終戦でデビュー勝利を記録すべてのチームは次世代ツーリングカー2.0リットルのターボチャーチ式直噴エンジンの使用を選択している。暫定カレンダーは2011年9月20日にチャンピオンシップオーガナイザーによって発表され2011年から大きな変更はない。 すべてのレースはイギリスで開催された。2012年シーズンは上位15台がチャンピオンシップポイントを獲得する改定されたチャンピオンシップポイントシステムを導入した。ありがとうございます。